レッドフォレスト・マザーズ・ドゥエリンクにてゴーストフェイスさんのフェイクショーです。フェイクショーという名前で今回はねやってるんですけど、コンセプトといたしましては、トーテムを守るパーク、狩りの興奮と、新パークの報復でスリンガーのやつねと霊障の地、この3つをつけてきておいて、最後の一つのパークはウォーデンっていうね、血の番人という、何かを守ってると見せかけておいて何も守ってません構成で、痛い、まあまあちょっと構成でございますので、まあ、できればウォーデンを決めたいので、あの日輪の人を増やして、ね、最後の通電でゲート開いた後に3釣り目するっていうのをしたい。まあこれはいいねん。でもね、ここは倒させたいからとりあえず突っ込む、外からの場合はっていう風にしてます。 OK、 あこれはちょっとワンパンしたいねんけど、いやーここでワンパンきついな。でもギリギリまで貯めて、まあしゃあないな。うん、ほい、これでいい。でちょっと他の人行こうか。まあ今のはでも食らうべきではなかったな。難しい板回りで、いや次追いましょう、逃げることなく。うん、板食らいすぎ感はあるが、まあとりあえずいいや。でボーン言ったんで向こう行きましょう。板どんどん消費はされていってるからなんとかなるっしょ。あー見られるな、うまい、みんなうまいわ。ちょっと釣り回数を増やしていきたいな。 OK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  霊障報復で OK、 よしこれいいな。うん、ほいで、はい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 、もう一人やれへんかな、あのデイビッドよ。ジェーンはワンパン溜まってるからそれ以外の人誰かおらんかな。デイビッドどこ行ったかな。うん、まあでも狩り興奮発動してくれてるからあっち行きましょう。発消して、あれ壊れちゃうよな、絶対間に合うよな。しゃあない、それで報復が壊れてくれたら、よしよしよし、あーギリギリ壊れたか。まあ待って、ちょっとこれで3つ1人2人3人 OK。 おっ近づいてくる、なんかやった霊障で3人。しかしちょっと待って、これ届かないな。あーでも今下ろしてもあーってなるからちょっと、うーん仕方ない。そっか、今殴った時点で届かないことを判断して下ろさなあかんかってんけど、判断が遅れ申した。うい OK、 うーんいいや。でジェーン釣ろう、とりあえず釣り回数を増やしていって煮釣りの人を通電までに増やすというのがね目的ですから。ほい、ジェーンがこれで一釣りね。さて狩りの興奮触ってくれてるんで行きたいけどな、壊れちゃうかな。絶対出番あると思ってるよね。あうまいな見るの。うん、まあ壊れちゃった。いや全然全然それが遅延になってるから今回としては全然いいな。さあ板倒して、おいんでシモレルを2釣りしよう。行って、はいはい、ここも板ない。うーんでも真ん中逃げられるか、間に合うのか。ここ板あんねんな。 OK よしフェイントかかってくれた。よしよし、いやでもあのトーテム壊してくれてたおかげで思ったよりは回ってないかな。結構序盤板食らったりとかでペースが遅かった感じはあるけど、うん、さて一釣り、うん、まだ合計3釣りよな。もうちょっとペースを上げていかないといかんよ。だどこだ、何の音やろ。セルフケアミスかな。あの人救いに来るんじゃないか、この辺。
見えた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 、吸えん、ちょっと遠いな、一瞬しか吸えなかった。ガシャートする、なんか来た、ん、上がってくる、これ、あ、来たわ、にゃー、ちょっとこれは見られるこの人みんなうまいねん、殴るしかないか、うん、そんな溜まってないしね、うい、んーで、んー、デイビッド行くか、よしよしよし、まあまあ普通にどんどん吸っていきましょう、うい、あ、向こう行ってる、さすがしっかりしとる、ふんふん、これ倒すかな、あ、嘘、マジで下がったのに、クソ行かせない感じしといてはあろう、あー、今の痛いなちょっと今までの反省を生かして避けようと思ったのに風圧がまだ慣れない、まだまだ慣れないっていうか、なんかまあいいや、とりあえずこの人も釣り回数を増やしたいけど、ちょっとねさすがに発電機が、オッケーオッケー、やってないか、痛い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 、オッケーオッケー、よし、オッケー、あー、治っていく、ジェーンに釣り目やな、よし釣りたいなこれ、うん、うん、やめて見ないで、ここいたないっしょ確か、うん、どこだ、うん、そっちも大丈夫、これはいける、ジェーンちょっと釣ろう、ジェーンをまずは煮釣りにしよう、うん、オッケー、クイクワかあ、超えてないって思ったら超えた、よいしょ、ゆっくり超えたんかな、よし、これで2釣り目と、ジェーン2釣りね、で、モレルも1回釣ったよな、やってんな、これ治るかな、治るな、よし、まあまあまあいい、こっからよ今回は、であそこに2人いて、あの2人やな、あそこの上2人でやってたから、この人はほっといて、うん、球場行くでしょ、行ってる行ってる、まっすぐに行ってる、これは、いや、いや、厳しいな、突っ込もう、突っ込んで、はいはい、モレル、なんかモレル鍵持ってんな、これ、ちょっと待って、これまずい、モレル追うわ、ダメダメダメ、もう、ぶねちょっと、とりあえず釣ろう、ぶねちょっと待って、この人、やばいな、救われて、鍵で出られる、マジか、鍵、ちょっと待って、ここに置いとこう、んで鍵で出させないという感じにして、うん、よしよしよし、じゃあ起きられるとだり救われたりするとね、鍵で出られちゃうのよな、だから今の感じでやってない、うーん、ゲート開けないねかな、まあでもモレルまだ一釣りやから、オッケー、ちょっとダメ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 、オッケーオッケーオッケー、どうすっかな、むずいな、釣るか、うん、もう行ってなかった、あれ、釣ってこれはね救われてしまったら陰で逃げられるから、さすがにちょ慎重にゆるキャンしないと、ガチキャンするともう諦めて出ちゃうかもしれんから、よし、開いた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 、これは大きい、待て待て待て、うん、待て待て待て、つく、オッケーオッケー、これボロ体は発動してないから、うん、モレロ殴りたい、これで、うん、でほっといて、あ、これいいぞ、これいいぞ、この子鍵持ってる上に DS 対策をしているという大義名分が立つ、ここであの担がないのね、露骨に殴っとこう、露骨に担がないムーブをしちゃうとウォーデンがバレるけど、ここで担がないのすごい自然よ、これはいい流れだぞ、いいぞ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 、うん、いいぞいいぞ、はいはいはい、回復してる、いや、いいよ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 、
ちょっとちょっかいかけて、うん、ちょっとちょっかいかけて、オッケー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 、半分ちょいまで切ったら、オッケー、よし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 、このモレル、もうラストズリやからね、もうちょっとちょっと慎重にやってる感じで、ね、DS 食らったら鍵で逃げられるという恐怖のもとに、もうちょっと慎重に担がない感じで、うん。全員残ってるね、全員残ってる、これで、ね、しかもこれゲージがギリギリまで貯めればプレッシャーも与えられる、っていうかもうワンパン状態にしちゃってもいい。でビューンならんか、いやいやいやいいいい、でもいい、さてもうちょっともうちょっともうちょっとやねんな、稼いじゃおう。でここで向こうの奥に釣りに行くと、うん、よしよしよし、あーいや、もうちょっと、もうちょっと、自然に、自然に、よどみなく、いける、よいしょ、どうや、いったのでは、で、これで、死んで、ゲージの減りが早くなり、いったのでは、やられたムーブでは、今のは、たのではしかもワンパンにしていく、しかし叩かない、これでね、これでハッタをしちゃうと相手の思うつぼですからね、うん、ちょっとワンパンにだけするっていうハイズリにしちゃうとゲージの進みが遅くなるからね。昔ね、生放送かなんかでこれやっちゃってね、ああ大失敗っていうのあったんでね、人は学ぶ生き物、よしオッケーやったぜちょっと待って、死ぬところ、コラプスで死ぬところ見たいねんけど、いや、どこ行く、ウィドーン、ワンパン、さあ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 、あ、ゲート迷う、やった、久しぶりやな、いや、綺麗に決まった、トーテムも全部壊してくれて、フェイクトーテムも全部壊してくれたし、最後にこれも決まったし、いや結構完璧ではね、コンセプト的にはこれは気持ちいいな、うん、楽しかったジジイって言ってくれてるわ、ありがてえ、やられたわいや、よかった、うん、いや楽しんでいただけたみたい、久々に見た、あ、そうよねウォーデンもだいぶ減ったもんね、しかもゴーストフェイスでウォーデンってなかなかない感じがするので、いや、よかったわ、満足です。というわけでご視聴ありがとうございました。今日のラッキーパークはもちろん血の番人です、特に何も言うことはありません、気持ちよかったです。